平野紫仕様、神技連発の、コーンホール、挑戦。川島民からの世界進出韓国に苦笑い。ジャニーズ、キングプリンス、の平野仕様、25、が、TBS 系列の番組、ラビット、にゲスト出演し熱い挑戦を繰り広げました。オープニングトークでは、米国の人気ゲーム、コーンホール、に挑戦し、神技を連発して、スタジオを盛り上げました。 この日の番組では、出演者たちによるクリスマスプレゼント交換が行われました。平夜はトップバッターとして、巨大な長方形の包みを選択しました。その中身は、関西ジャニーズ JR の小島健23が選んだ米国のパーティーゲーム、コーンホールでした。 コーンホールはボードに開いた穴にトウモロコシの粒が入ったパックを投げ入れる対戦ゲームで世界各国で競技大会が開かれている人気のあるゲームです。平野は最近インスタでこの試合のやつばっかり見てたんですよ、と喜びつつ初挑戦に臨みました。その結果、驚異的なホールインワンを連発。一人で9得点を挙げ、ガッツポーズで喜びを爆発させました。 その圧倒的な腕前にマックのキリンこと川島明43からは世界行けよ。何やねん、これ。こんな上手い人いるの、と世界進出を勧告される場面も、平野も苦笑いしながら、これじゃないんですよ、と返答しましたがその実力は間違いなく世界でも通用することでしょう。さらに平野が選んだプレゼントは永遠、ええ。 グループの佐野詳細20がゲット。耳の中が見えるカメラ好きのハイテク耳かきで、佐野も大喜びしていました。この日は平野にとって特別な日であり、主演ドラマ、黒サギが最終回を迎えた日でした。そのため、平野は朝から TBS の生番組に出演し、番組をジャックしていたのです。番組放送後、 平ヤは、黒サギのツイッターで動画を更新し、コーンホールが当たりました。メンバーを呼んで一緒にできたらなと思っています。と、笑顔で話していました。平野紫耀の神はザ連発に、川島民からの世界進出韓国が飛び出すなど、盛りだくさんのエピソードが詰まった、ラビットの出演でした。今後も彼の活躍に目が離せません。大変お世話になりました。 最新の情報をスムーズに受け取るためにぜひチャンネル登録をお願いします。心から感謝しています。ありがとうございました。